マリア本体をご紹介したいと思いますね。これ素敵ですね。朱色の格子すっごい雰囲気あるんですよ。でちょっと見ましょう。ここ先ほどおっしゃってたんですけど、あの東茶屋街っていう駅前とはまた別みたいなんですけどね、この辺旅館とかするにはすごくいい場所って言ってましたね。兼六園とか金沢城とかが近いですね。これね、北陸特有の雪受けなんですかね。出ました。これってさ、普通のお宅に設置されてますよね。これって何ですか。あんまり東京では見ないんですけど。雪が多い地域なので、はいはいはい、風よけって感じですね。あ、風よけなんだね。そうですね。ああ、なるほどね。これもともとついてたんですか。わざわざ設置したの。もともとついてた。あ、いいね。うん、なるほど。あ、これあの自動でつく玄関灯ですね。郵便ポスト。で、ここから中入るんですけど、これめちゃくちゃスムーズになるんですよね。これここに鍵がありますね。で、これが開きます。もうですか。ここももともとあった。そう、そこはね、うん、粒庭みたいな感じになってるんですけど。いいね、素敵ですね。そうですね、うん、これ水道管あって、あの砂利が引かれてると。じゃあお邪魔します。ここ玄関ですね。はい。で、これが入り口で、で、これがまあ今のコロナの特有の消毒液、新型コロナ対策取り組み宣言書だそうですよ。これを置くと、これは例えばその GoTo トラベルの割引適用するためにこれは必ず置かなきゃいけないとか、そういう規則あるんですか。あ、そうですね。あ、なるほど。そう、やってますよ。それが対応してる宿ですっていうことで、はい、あの橋場真弥さんのステンシル。そうですね。これね、デザインとか指定したんですか。もう完全にお任せ。もう完全にお任せ。このデザインも、こういう手まり屋のこれあるじゃん、ほら、マリのさ絵とか、うん、このロゴとかさ、これも全部、もう何の指定もなくない。いや、もう全部お任せ。とにかく、まやちゃんの感じたインスピレーションのままやってください、うん、なるほどね。まあ、アーティスト的手法ですよね。あの、私の戸建てもそうです。何の注文もつけてません。お好きにやってください。そうそうそう、うん、だよね。あ、でもその方が結果的にやっぱりうまくいくっていうか、変に口出さない方がいいよね。そう、アーティストじゃないオーナーはね。でね、うん、彼女の場合、うん、必ず下調べはしてる。あ、街並みのチェックとか、あ、こういうなんていうか、企画コーナーとかも、ね、うん、私は気がつかなかったんだけど、東茶屋街のいろんな建物に確かに入ってる、うん、あ、じゃあ思いつきで書いてるわけじゃないんだね。はい、プロだね。プロっていう、プロ意識。なるほどね。じゃあもう早速どんどんいきましょう。これフローリング無垢ですよね。赤松の無垢、はい、黒く塗ってあるんだよね。で、オイルステンしてあると、はい、で、これね、後で上紹介しますけど、無垢フローリングを使ってるんだけど色は違うんですよ、うん、ここは玄関でしょ。外国人の方が多いっていう設定で作ってあるから、皆さんスーツケースを持ってるわけなんですよね。これはさ、白い床だと汚れちゃうじゃないですか。だからこの色だったらこのままこうやってゴゴゴゴって引っ張っていっても色はそんなに目立たないし、ゲストの方もそんなに気を使わなくていいっていうか、これいいですね、はい、はい、脱衣所と洗面台、洗濯機、お風呂場、あとトイレですよね。あと洗濯物、これ後でつけたんですよね。この、そうですね、はい、干せるように。で、人感センサー、人感センサーですね、はい、人が入ってたら勝手につくようになってるっていう、うん、いいですよね。スイッチとかがない方が。ほら見てください、ここにもアートがありますよ。そう、これがね、金沢市の花らしい。へぇー、なんか知らなかったらしいですよって言ってオーナーがらしいって言ってました。そうそうそう、勝負園っていうのがあって、あ、すごく有名なんですよ。なるほどね。だからここは金沢だから、うん、こういう絵にしてるのであって、他の県だったらちゃんとその市にちなんだ絵を多分描くんでしょうね、おそらくね。そうだと思いますね。なるほどね。で、これお風呂打ちますから綺麗ですね。これ全部、うん、もちろんその昔の家だからユニットバス総入れ替えだよね。そうですね、この元はこうじゃないよね、うん、ああ、なるほど。よくある洗面台で上まであるやつなんだけど、はい、下だけつけて、ね、ここを棚置いて可愛い鏡をつけたってことですよね。これなんかこだわりですか。狭いんで、こんなんで長屋だし、上までガーってきちゃうとさ、もうちょっと圧迫感がある。なるほどね。これ600サイズ600。あ、これ600なの。単身向けの小さい洗面台ってことなんですよ。750っていうそのね、サイズが、あの割とファミリータイプだとそういうの入れることが多いんだけど、600にしてあるっていうことでね、はい、あ、そんなに小さく見えないな。そう、上が広く取ってあるから、うん、そういう風に不自然がないのか。でも、この上は楽天で私が可愛いでこのぐらいの大きさの鏡がいいかなっていうのでつけてもらって、うん、後付けで、これ全部後で、あ、作り棚を1個作ってもらって、先に言ってあったから、うん、棚自体作り付けだと思う。先に見てあったから。これもそうでしょ。そう、こっちも、へえ、なるほど。機能的、うん、なるほどね。なんか工夫がいっぱいでしょ。ここ洗濯機置いてね、うん、でちゃんとこれ乾燥もついてるでしょ。ほら、ドライって書いてあるだけだけど、こんな感じでライトとかね、うん、一応英語の表記があるんですよ、ところどころ。わかりますか、ほら、こんな感じでね、バスライト、はい、はい、ありがとうございます。
ここ備品入れですかね。そうですね、この階段下のあたり。そうそう、ここはあのお掃除用具みたいな感じで入れとくということね。あのキッチンとかも総入れ替えたと思うんですけど、間取りとかも割と大きく変更したんですか。そうですね、入ってきて奥までズドンで、一番奥が和室、ここがキッチン、まあダイニングですよね。でこれが玄関で、階段があって、脱衣所とか、まあ、水回りが固まってるって、こういうことになってるんですけど、これもじゃあほぼ総入れ替えみたいな感じですかね。そうですね。なるほどね。ここに家電類が置かれてるというわけですよね。これ6畳の部屋ですか。ああ。で、あのデザインもじゃあ前さんが一期一会って入れてくれたんですか。そうそうそう。あ、でここを漆喰にしようとかっていう感じ。あ、壁ね。これは壁紙だよね。ここ、うん、ここもね、これ分かりますかね、うん、壁紙なんですよ。量産クロスだよね。そうです。これね、すごくいい色なんですよ。ベージュの石目調ですね、のクロスが使われてます。天井は塗ったのかな。そう、あのね、もともとあったのを、これ年数経ってるから、汚れもあって、消してもくれるし、和の雰囲気、で日本家屋の特徴って、柱が黒くて、壁が漆喰っていうのが特徴らしいんですよ、外国人の方から。その雰囲気を残しつつ、くつろぎやすい空間っていうことで、畳だけであえてソファーを置いてる。なるほどね、まあだから和洋折衷っていうか、その外国人の方が感じる和のテイストを残して、こういうリビングの感じだよね。だから大きいテレビがあって、ソファーがあって、まあこうやってくつろぐっていうね、こういうことがね。ソファーに座って部屋を眺めるとこういう感じなんですよ。真正面にテレビがあって、あれ60型ぐらいですか。50だな。ああ、なるほど。で、まあ、壁紙があって、まあそういうことなんですよね。うまいこと。これはさ、もともとこういう仕様、玄関入って最初に目につくのってここにあって。そうですね。でここ何にもなかったの。腰窓があったの。裏にガスの給湯器を置かなきゃならないってことで、窓を潰さなきゃならなくなったの。でも入ってきて正面何にもないって寂しすぎるじゃんっていうことで。凝ってる。これ今ね、見えての外なんだけど、ここの外にもアートしてんだね。そう、竹と月。月、日本家屋なのに庭潰しちゃうって言ったら、まやさんが、庭の雰囲気をじゃあ残したアートを入れようかって言ってくれて、入れてくれたんです。天才。これ超いいじゃん。そう、この障子枠はもともとこうですか。新しく入れたの。ここにあった障子をこっち、移動したの。移動した、ワーロン。ワーロンって何ですか。ワーロンって、障子紙風のビニール製で傷みにくい素材。いいね、ワーロンだって。これ私ちょっと自分のやってみようかな、次。破れない。破れない。いいね、探そう。で雰囲気はちゃんと残って、光も通すしね。あ、クラシックより全然いいですね。黒に塗ってもらって再利用してます。なるほど、いいですね。綺麗。ここはじゃあさ、障子はまってなかったってこと。引き戸、木製の、こっち側はもう直さなきゃならないっていうので、アルミを新しいのはめ込んだ。あ、じゃあこれ差し替えたのね。差し替えて、下はその前のものまま残って、残ってるんだ。あ、じゃあこれ前の木のドアのところに障子を入れて、外側に新しく作ったんですか。そういうこと。防寒にもなるしね、二重になってるから、向こうとこっちと。なるほど、工夫されてます。はい。でこれ壁だよね。漆喰を塗ってあるんですよ。ピンクの漆喰かな。そう、かわいいよね。これこの色すごく気に入ってる。なんかまやさんがいろいろ選んだ中で、この色が多分この雰囲気に、テマリアンっていう雰囲気に合ってるね。かわいい。あのね、ピンクって難しいんですよ。薄ピンクであっても部屋に使うとね、ちょっとね、やっぱりラブっぽい雰囲気出ちゃう時あるの。あるよね。だけど、これね、まあ見てわかると思うんで、ここはそうですね。この一期一会もそうですよ。このピンクだけど、全然そういう感じないでしょ。雰囲気ぴったりだよね。多分その柱の色とか、周りの壁紙とか、あとその文字に使ってある字の色とかね、そういうのにもすごいぴったりなんだ。まあ一応金沢だから、ステンシルだからね。金箔。でも全然、そう、金箔をイメージした。全然ね、成金感がないんですよ。ゴテゴテ感がないの。落ち着いてるっていうかね。でここがさ、境目になってるわけでしょ。そう、これは壁紙だから向こうと同じを使ってるわけです。ここの壁紙、その電気の配線剥がすために、クロスとボードの方がいいってことよね。の方がいいってこと。なるほどね。だからこういうことですね、ここに電気があるから。でここの境目で分かれてるわけなんだけど、全然違和感がありません。おかしくない。ちょっとおめでたいさ、紅白餅の感じもあるよね。このね、壁紙って真っ白じゃないんだけど、このピンクと並べるとやっぱりね、白っぽく見えるんですよ。白さが際立つっていうか。でも真っ白じゃないから馴染んでるよね。これ逆に本当の真っ白のクロスちょっと合わないよね。
合わない、うん、このベージュがちょうど白っぽい、うん、がぴったりなんだよね。まやさんのね、色彩センスって本当に天才的なんですよ。天才的本当にすごいのよ。まあ私もそれ体感したからね、あの分かりますよ、ものすごく、うん、で、この畳はこれ表替えしたっていうか、こういう色の畳なの。これで表替えした。黄金色の、そう、ヘリが麻の葉模様に近いのかな、うん、あー、これはなんかさ、金箔とかをさ、うん、イメージしてんのかなって一瞬思ったんだけど、そうそう、緑じゃなくてさ、赤茶色っていうかさ、うん、それに金が入ってんだよね、うん、でこのさ、テレビ台とかもなんかすごい染料箱みたいなんだけど、これはどうしたの。これここにある調度品、うん、こういう、これ全部ね、あの実家から持ってきた、うん、嘘でしょ、こんなのあったの。そう、めちゃくちゃいいじゃん自分の実家が一番古民家だから。あー、いいね、すごく雰囲気に合いますね、うん、これはですか、このなんかお殿様が使ってそうな、そう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 、めちゃめちゃいいじゃん。ロボさんは生産ね、さ、これは賞味器具とかどうなの。これこれは新しくしたけど、うんうん、お兄会の照明器具は前のおばあちゃんが住んでた頃のまま。へぇー、バンジルってことですかね、いわゆる。そうですね。あ、なるほどね、うん、これすごいいいでしょう。で、ここの壁紙も隣の部屋のベージュの壁紙で同じものを使ってますよね。はい。もしかして天井も一緒？ここも全部一緒なんですね、うん、なるほど。リフォーム1回でもやったことある方は分かると思いますけど、クロスとかさ、部屋ごとに変えるとかよりも同じものを使いました方がもちろん安いわけですよ、うん。で、ここは白ですね。これは色はね、はい、あ、普通の色の一目状のクロスが使われてますね、はい、あ、だからこれ身の回りも一緒だよね。ちょっと緑が入ってるやつかな、一瞬少しだけ。そういうね、壁紙ありますよ、ダウンライトを中心に雰囲気もあって。で、これこのテマリアンのが入ってるところと下の壁紙の色変わるんですよね。これさっきさ、ピンクと並べた時はこっちの色がすごく白っぽく見えたのに、やっぱり白と並べると色が全然違うんですよ。茶色っぽく見えますよね、うん、で、こっちが白だから、すごい色のコントラストがめちゃくちゃすごい。で、じゃあお願い行きましょうか。これ階段はね、結構急なんですよ。この手すりとか後付けですか、もともとついてた。へえ、この手すり絶対いるよね。結構いいんですよ、めちゃくちゃ立派なんですよ。カーペット敷きなんですけど、階段貼った昭和30年代ぐらいに流行った緑色のモールあるじゃん、うんうん、あれがこう敷き詰めてあった、うん、剥がしちゃうと跡が残っちゃうじゃん、うん、だから同じようにモールを貼らなきゃならないっていうので、うん、この色はねすごくいいと思った、うん、だから昔のってさ、グリーンか赤か塗られてたじゃん、うん、最近ちょっと色が増えてて、うん、グレーっぽい色かな、うん、これと赤と迷ったんだけど、いや、こっちがいいでしょ絶対。これはすごくハマって、うん、だなと思って。なるほど、うん、じゃあ素材はほぼ一緒なんだけど色は変わったってことね。そうですね。あ、なるほど。これ今開いてますけどね、これ上がったらすぐ扉なんですよ。だから開けたら廊下がないのね、すぐ部屋なのよ。そう、階段上がったらすぐ、まあ無駄がないとも言えるし怖いとも言える。だって、うん、開けたらいきなり部屋だから、部屋から出るときは怖いよね、いきなり階段だからさ、ほんとそこは気をつけてっていう。なるほど。で、これベッドですね。この照明もともとあったの？そう、上もこっちも？そっちも。え、これめちゃくちゃ可愛いじゃん。そう、すごいいいね。竹細工のって残ってないよね。うん、残ってない。めっちゃ可愛いでしょ、この照明器具、うん、すごい萌えませんか。私萌え萌えだよで、これがね、さっき言ってた下と色違いの赤松の無垢フローリングですよね、はい、で、ちょっとね、目が気になるって美穂さん言ってたんだけど、いや、これ可愛いよ、こういう柄。うん、ね、もう入ってるでしょ、ほら、ちょっとこういうのが。で、まあ今ベッド置いてるからさ、ここだけ見えるんだけど、ここはやっぱり色は黒いよりは2階日当たりもいいし、こういう淡い色の方が合いますよね。そうですね、多分いいと思う。2階はほぼほぼ触ってなくて、うん、その左側の大壁だけ電気で配線を新しくするためにクロス張り替えたんだけど、うん、ここね、これクロスだよね。これなんて言ったらいいんだろう、これ紫っぽい、ブルーグレーっぽい感じ。これね、いい、すごくいい色だよ。これは何ですか。これ前から、うん、塗ってないの。塗ってない。これいい色でしょ、すごい緑の。この色はね、いい色だよ。金沢の茶屋街のお茶屋さんに行くとみんなこの色、うん、ああ、抹茶色って言うんですかね。抹茶色、ああ、お茶の色だよね、これ茶の色で、隣はクロスなんだけど、うん、これすごくコントラストがいいでしょ、うん、月と、あれも梅、下は紅梅で上は白梅、うん、白梅、あ、うん、白い梅だね。で、あと月で、ものすごい雰囲気でしょ、すっごいいい雰囲気なんですよ。で、ここまた緑の壁だよね、いいね。で、これもともとあったんですって、この掛け軸最初から、うん、すごいいいセンス。
これ元々ですか、障子と。そうですね、差し入れ替えもなし、元々差し、こういう差し、そう、綺麗、張り替えただけ。うん、うん、いいね、ここは、うん、ちょっと待って、同じ、あ、これ紙だね、こっちはね、うん、これダメだよ、この私がもしこうやってやったら穴開いちゃうから、これ以上触れない、怖いから、うん、カーテンさ、もともと障子があったら普通カーテンっていらないじゃないですか。でもね、ここを運営手伝っていただいてるアメリカ人の男の子が、ヨーロッパ人はちょっとでも明るいと夜寝れないからっていうので遮光カーテンつけたんですって。だから障子だけだとやっぱ明るいじゃないですか。普通和室の部屋だと障子だけっていうのはあるんですけど、やっぱりね、ここ寝室だから寝れないと困るからっていうのでつけたらしいですよ。わ、これかわいい、もともとですか、これをね、この柄選んで貼り替えてもらったんだけど、この柄あんの？そう、この柄超可愛いね。いいな、めちゃくちゃ可愛い、このふすまのね、紙、うん、これがね、うん、栗の木、うん、で作られてて、はい、で、この金具とかさ、可愛い、今ね、もう可愛いでしょ、金具残ってなくて、うん、優しい色合いだから、それに合わせて下を黒じゃなくて、あ、クリアな感じで仕上げてもらったんだよね。あ、下の場合はこういう濃い色が中心だったから、スーツケースのこととかもあるから濃く塗ってあるけど、上はこの栗の木に合わせて淡い色にしてると、そういうことね。そうですね、あ、だいいと思う、この白いシーツとすごくよく合う、うん、このログ状ですね、ログ状ですね、はい、あ、これもともとある色ですね、これもともとかわいい、で、さっきと同じ柄が入ってますよ。そう、すごいいいセンス、天才としか言いようがない。照明とかかわいいでしょ。あ、かわいい、で、これはもともとですか。これはもうもったいないよね、捨てるのは。このままでいいよ、ほら、これちゃんとステンシルが入って、すごくうまくマッチしてる、いいですね。宿泊がなかなか日が空いたりすると風通しが悪くなって、ちょっと湿気が溜まりやすいらしいんですよね。やっぱ家ってね、人が長く住んでないとやっぱ傷んでくるんですよ。そうなんだ、住んでもらって換気をね、やっぱりまめにしないと家ってさ傷むから、やっぱり長く誰も住まない状態のまま開けとくっていうのは良くないんだよね。最大何名泊まれるんですか？ここは5名です、ね、5名まで。で、あそこベッドを2人で、布団が3組あるってこと？そう。じゃあここが寝室になる。そう。ああ、なるほどね。あの向こうがもう東茶屋街で、桜並木がこうダーッとあるわけですよ。じゃあこれさ、春になったらここからも見えるの？見える。へえー、いいね。春になって桜が、桜並木がこう見れるってことね。そこ川沿いですね。ああ、いいね。こっからずっとコロナ落ち着いてくれてたらいいんだけどな、ね、桜が綺麗な季節には入るんですけど、ね、なるほどなるほどなるほど、うん、楽しみですね。昔のお家ってさ、かわいい、ガラスに凝ってるじゃん、うん、かわいいのよ、ほら見てこのガラス、そうなのよ、萌え萌えだよね。私もこういうガラス大好き、これ萌え萌えポイントだよね、かわいいよね、そう、こういうガラス、うん、分厚いからなかなか割れない、うんうん、いや、素敵、ありがとうございます。あ、これもですか、家の調度品。そうそうそう、ミキさんのこれすごい、壺とかさ、すごい、壺もあったの。そう、すごいね。まあ家に置いとくよりここに持ってきた方がやっぱいいんじゃないかな、そうね、雰囲気合うし、なるほど、素敵ですね。美穂さん、本当ありがとうございました。ありがとうございました。超面白かったです。ありがとうございました。はい、じゃあ皆さんまた、さよなら。